斉藤和美さん、取材に来た森福になぜかガチギレう。お前に元気ですか？って言われる筋合いない。怖いですって言ったら俺がそういう風に見られる。そういうのあんま外に言いふらすなよ。お前何黙って聞いてんだ。カメラなかったらマジでどついてるぞ。マジで見てて怖かったんだが、周りの顔がどんどん真顔になっていくの怖すぎる。ドン引きしてるやん。冗談通じなさそう。選手にもパワハラしまくりなんだろうなこれ。なんやこいつ。ひといとこいつの目はいつ見ても怖い。これ見たけど森福何も言ってないのに最初からキレてたよな。怖すぎ。バンクファンは半笑いでふざけとるだけやとかばっとったがやっぱりこれ怖いよな。こういうコミュニケーションしかできない人なんじゃない？悪気ないと思うわ。普通に怖いわ。全く笑えん。目が笑ってないやん。横のメガネは樋口カッター？こいつ放置にしてるから弱いんじゃないの？確変の何年かだけでしょ。樋口カッターがドン引きしてて草。ネタやなく真顔で言ってるのがやばい。巨人に行ったのが未だに許さないんや。なぜか人気あんだよな斉藤和美。はいはい、またいつもの体育会系のノリでしょ。大げさなんだよ影人民は。って動画見たらマジもんで草生えない。斉藤プライベートでもこういうやつなんやろな。関わったらあかんやつ。まあ森福のこと好きじゃないんだろ。こいつこんなやつだったんか。成人ってイメージだったのに残念やわ。冗談やんって言ってるやつは動画見ろ。マジで空気やばいから。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。